スーザン・ボウルズ、折紙殺人鬼の犠牲者の母親だ。息子の死に関する情報を知ってるかもしれないな。あたりを調べるか。別の入り口があるはずだ。ボウルズさん、すみません。なんてこった。待てよ。ボウルズさん、そこにいるんですか？ああ、まずいな。ボウルズさん、ボウルズさん、聞こえますか？起きて、起きて。救急車を呼びます。やめて。病院へは行きたくないの。お願い。わかりました。何か傷の手当てができるものは？ええ、あるはずよ。 OK、 じっとしてて。すぐ戻ります。これとこれとこれと。私がここにいます。大丈夫ですよ。そばについてます。しっかりして。スーザン、スーザン、聞こえますか？スーザン、しっかり聞こえますか？しっかり。よし。応急処置だが止血はできた。傷が深くなくてよかった。ボウルズさん、気分は大丈夫？赤ちゃんが、赤ちゃんが呼んでるわ。よし、ここにいなさい。私が面倒見るから。いいね？ちゃんとわかります、赤ちゃんのこと。私は探偵だよ。何でも知ってる。名前はエミリーよ。オッケー。やあエミリー、それでどうしたのかな？おっと、この匂いは間違いないな。よし、
どうすればいいんだっけ。綺麗になりましたよ。気持ちいいかな、エミリーちゃん。おい、どうした？まだ何かあるのかい？温めた方がいいんだろうな。よしよし、お腹が空いたかい？ちょっと待って、喉に詰まらせないようにボトルを少し傾けようね。ああ、よくできたね、エミリー。だいぶ機嫌が治っただろう。さあ、優しく揺らしてあげるから、ゆっくりお昼寝しなさい。いいかい。よし。赤ちゃんの世話ありがとう。置いてきたくなかった。でもどうすることもできなくて、ただジェレミーがいなくなって、あの子は本当にいい子で、どうしてあの子があんな目に遭わなければ。君一人で面倒を見てるのかい？ジェレミーのお父さんはどうした？いなくなった。事件の翌日に。理由はわからないけど、多分耐えられなかったんだわ。私一人でエミリーを育てなきゃならなくなって、辛くって。そうか。ご主人はいなくなる前に何か言ってなかった？メモとかに伝言は？いいえ、何も言わずに出て行って、携帯電話だけ残して。携帯？ねえ、ダンスの引き出しに携帯が。見たことのないものだったから彼のものじゃないわ。電源を入れようとしたけどうまくいかなくて。まだあるかい？ええ、確かリビングの引き出しの中に。よかったら持って行って。私が持つよりその方が役に立つわ。頼れる家族は誰かいないのかい？
ええ、母が。でも頼る気にはなれないわ。あまりうまくいっていなくて。だけどそうも言っていられないわね。体を大事にして、エミリーもね。ええ、約束します。